かちょっと待ってくださいね、うん、車が1台行きました。あ、セロですかね。あ、セロが登場しました。空中に浮いています。まさにホバーボート、映画の世界です。セロが空中遊泳しながら東京タワーに到着しました。待ってましたよセロ。アメージングな登場ですね。本当ですね。いや驚きの登場です。すごい。ちょっとお客さんそのあたりで止まってくださいね。Hi everybody! Hi! ちょっとどうしたんですか。ホバーボード今空中に浮いたままでしたね。そうです、僕のホバーボードです。どう、ライトがついてるぐらい。そうですよ、ですね。Of course。 スタジオの皆さんいかがでした、ご覧いただけましたか。すごかったですね。すごかった、浮いてましたよ。浮いて進んでましたもん。ね、タイラさんどうされました。私これなんか違う番組で見たことあったんですけど、なんか確か手が車にくっつけてあって偽物の手で、はい、でなんか棒がつながってる体になってるっていう。車から棒が出てるってことですか。はい、えそれどうでしょうかセロさん。手が車と棒でつながってるんじゃないかっていうスタジオからの疑問が来たんですけども。そうですか。ちょっと待って、ちょっと持ってください。腕触ってもいいですか。もちろん触るだけなんで外してあげますよ。ちょっと確認します。手の切れてないですよね。大丈夫ですよね。あ、はい、あの成人男性の普通の手です。本物の手ですか。棒はついてないですね。いや皆さん、これは僕のマジックとやっぱりハバーボードの技ですよ。そんなちょっともうちょっと検証で、ね、車の中拝見してもいいですか。大丈夫、棒は出てないですか。もうな、見えます。いや、バックトゥザフューチャー、はい、見たことありますよね、はい、こうやってマイクル・ジェイ・フォックスがぶらさ、こう引っ張られて車に、うん、まあ、それを今日再現しただけです。あ、なるほど。 This is real 皆さん、これ本当に見ましたよね。違ったよ、ハバーボードのマジックです。なんかちょっと疑ってすみませんでした、セロさん。いやすいません、すごいパフォーマンス。なんで俺が謝るんだろう。ありがとう、ありがとうございました。続いてなんですが、はい、もうちょっと待ってくださいね、うん、車が1台行きました。あ、セロですかね。あ、セロが登場しました。空中に浮いています。まさにホバーボート、映画の世界です。セロが空中遊泳しながら東京タワーに到着しました。待ってましたよセロ。アメージングな登場ですね。本当ですね。いや驚きの登場です。すごい。ちょっとお客さんそのあたりで止まってくださいね。Hi everybody! Hi! ちょっとどうしたんですか。ホバーボード今空中に浮いたままでしたね。そうです、僕のホバーボードです。どう、ライトがついてるぐらい。そうですよ、ですね。Of course。 スタジオの皆さんいかがでした、ご覧いただけましたか。すごかったですね。すごかった、浮いてましたよ。浮いて進んでましたもん。タイラさんどうされました。私これなんか違う番組で見たことあったんですけど、なんか確か手が車にくっつけてあって偽物の手で、はい、でなんか棒がつながってる体に